どうも。どうになる。髪型変えようかな。学級級選ばれた。やったー。かっこいい服、いつも通りで。選ばれたで。でも書く時間ないで。いや、書きに行きたかったからガチってたんけどな。でもまさか、あ、ドア開いてる。まさかの、ん？何の話？学級期。ああ、そう、まさかの夏休みじゃなくて、あれやった。懇談会の裏で進めるみたいな。まあ、いいけど、練習しなあかんねんけど、公演の。懇談期間入ったらもう練習行こうと思ってたからさ、早から。だからちょっと懇談期間は困るんですけど、まあいいけどね。夏休みに行きたかったな。まあ多分終わらんからいいけど、うん、どっちにしろ時間ないから作らなあかんねんけど、レッスン場空いてない。レッスン場常に開けといてくれたら別に懇談の時おらんでも行けるけど、なんか最近閉まってね。ほんまにやめたし、締め切り、あ、そうや、マネージャーさんに連絡しようと思ったんや。もうちょっと一人で連絡するのほんまにしんどいから、友達と電話しながらやろう。じゃないと多分無理な気する。ほんまに歌いけてる？くしないからボサボサや、後ろ。くし…ないな。間に合うな。間に合うな。やりたくないな。ほんまはあれやからな、3年になったらまるまる休業しようと思ってたからな。言いたくなかったから言ってなかったけど、マネージャーさんに。っていうレベルやったからな、ちゃんと受験したかったから。けどほんまに喋りたくなさすぎて無理やった。言われへんかった。いやな、友達と電話してたらさすがに行けるはず。3人くらいで電話しよう。多い方が。いやな、配信しながら文章打とうかと思ったけど、電話しながらやるわ。いやな、黒い服着てポニーテやからちゃん。今日は触覚まだマシやわ。崩れてる、崩れてるけど。
こうなってきたら邪魔やねん。こうあってほしいねん。これが今日はまだマシ。左は生きてる。いやな、なんて言おうかな。前髪邪魔やなって思ったら切ってる。でも邪魔やなって思ってる時に切ったらポニってやったら若干短い。頭皮が引っ張られるから。でもまあいいよ。なんかあんまり伸びすぎたらわからんくなるから、ちょびちょび。まあここも切りたいんだけどね。失敗したら公演の時に。言えなぁ、なんて言おう。ほんまに憂鬱。連絡送るだけでこんな憂鬱って。もっとさ、学級行きのさ、メイクさん切ってくれるけど忙しそうやから言い出され。なんか名前書いといたら切ってくれるらしいけど、いや、ミータイムは分からん。知らん。なんかみんな切ってくださいって言ってるけど、いつ言っていいか分からへんからもう言ってない。まあ切ってほしいけど忙しそうやからタイミング分かれへん。だからもう諦めて自分で切ってる。まあここも切りたい。こいつ短い方がいいねん。邪魔じゃないし。それで配信中に髪切られてた。切られてたって何？頼んでないってこと？切ったらえぐない？それは何やろ？聞いてもらったってこと？公演の配信中にってことかな？じゃあ SO 入れたとかで。なんか学級機もっと総合の時間とかあったからさ、なんか人権学習みたいなようわからんやつの時間余ったらとかでやんのかとも、発表すんのかともしたら、放課後の突拍子もなく、あ、さくちゃんありがとうで選ばれたでって。何をしているの？え、わからん。どれを指しているの？だってなんか切られたってめっちゃ失礼じゃない？切ってもらったんやろ、だってお願いして。雨なあ、降ってたなあ、風もめっちゃ強かったなあ、びっくりした。その時間帯はまだ学校におったから行けたけど。ペンギン傘持ってないって。公演前やろな。急いでなかったら配信中に切れへん。あ、いやいやさ、帰る時間わからんて。でもっと後やろ。なんかコメント読もうと思った。ないか。基本的にノーセットで短く切るけど、伸びてきたらなんか邪魔そうに前髪触ってる。でも私的には伸びてる方がいいかな。どうでもいいけど、切りたてなんかバランス悪い。
注文が下手なんじゃない？バランス悪い。長い方がなんかいい。別にどっちでもいいけど、賞味どっちも似合ってない。変やし。見慣れる、見慣れるけど短いのなんかバランス悪いねん。いや暑いし邪魔やからやと思うけどな。でめっちゃ重いよ。なんか若干目隠れてるくらいのが似合ってる。似合ってはないか。なんかいい具合に陰キャっぽくなっていいんじゃないって感じ。別に似合ってはない。似合ってるとか言ったらなんか調子乗りそうだから。今日ペンギンに嫌いって言われた。まぶたに当たると嫌ってならん？なるよ。私もめっちゃ嫌。今日の朝それやった。なんか内側の毛だけが当たって。そう、でも私は長めがいい。人のはな、人のは長めがいいで。私もさ、女の人のでもさ、この目と眉毛の間くらいが一番可愛いと思うけど、でも自分は邪魔やから眉毛くらいがいい。だって邪魔やもん。長くてもいいけど邪魔やし、すぐ巻き取れんねん。そのくらいの長さやったら。だってマスクしてたら湿気でさ、上にさ上がってくるやん、そのあったかい空気が。ってなったらもうすぐストレートなの。だからそれやったら短くしてストーンと落としてた方がいいんじゃないって。アンジュさんはどれくらいの長さ？前髪の話、後ろの話。今日写真見て思ったけど、なんか私がアンジュさんのこと好きって思った時の時代のアンジュさんの髪の毛の長さくらいになってて、なんか可愛いって思ってた。あの久しぶりにユニバ行ったっていうとこ、久しぶりに行ったら楽しみ方が大人になってましたみたいな、可愛い。それの写真がこう前髪を開けてこんな感じやねん。こんな私がもう可愛いってなった、この人かっこいいってなった時のアンジュさんにそっくりやった。あれで黒髪やったら完全でも今も可愛いから黒にしなくていい。いや髪の毛ファッサー時代はもっと後、全然後。あれリハ期間マンジュさんって SNS の加工どれくらいしてるんやろな。加工すんのめんどくさくない？だからもう最近ノーマルのままだしてる。黒くない方がいい。いやどっちも似合うから好き。でもそうやな、グレーっぽいのでなんかツヤツヤにして、グレーのマスカラでグレーのカラコンの、初めて一緒に写真撮った時のアンジュさんめっちゃ好き、かわいい。加工当たり前って言っても1枚ずつやってたらめんどくさいね。何百枚もある写真の中から厳選して毎日その加工に追われてるもん。しなあかんこといっぱいあるのに、めっちゃだるい。だからって加工のついたやつで写真撮ったらなんかすっごいギューンってなるから嫌やねん。加工緩くしたらいいやんって思うけど、なんか分からへんくなる。まあ好きじゃないねんな写真。誰か加工してほしい、めんどくさいから。めっちゃだるいからもうええわって思って昔の写真から引っ張り出す時もあるし、まあ、全部が全部そうじゃないけどな。歪むほどは加工ついてないやろ最初から。だってし、なんか加工のさ強さとかをさ自分のさ好きな度合いに合わせるっていう人おるやん。なんかあれがめっちゃめんどくさくて分からんから、なんかどれがどれくらいでみたいな分からんから、いいな。そのままあのアプリのままのやつでやったらめっちゃなんかギューンってなるから、もう分かれ。加工で撮った後から肌だけ加工とかにしてるけどめんどくさい。
半分寝ながらやってるからもう分かれへん。プリクラもと違うやん、そういうもんやん。ああ、そう、ペンギンに今日嫌いって言われた。そうや、思い出した、昔も嫌いって言われた時のことを思い出して、嫌いって言われた時にはどういう傾向があるのかを、傾向と対策を探そうと思ったんや。そうや、そうや、思い出した。嫌いってカタカナで言ってくるの好きって意味やで。カタカナっていうのは文章で打った時のほんまにカタカナなのか、言い方が片言っていう意味なのか、どっちの意味、もしくは両方、それ以外。受け答えの速さどういうこと。1対1なんかそんな一人で行くわけないや。そもそもなんかあんまり1対1って良くないんじゃない、良くないって思ってる。同性の先生やっていいけどな。っていうのもどうかと思うけどな、私は。けどそう言われるからそうやと思ってる。もうそういう時代じゃないけどな。なんかもうさ、そう教えられてもさ、今の世界がそうじゃないんやからさ、それに抗ったところでじゃない。なんか自分だけがこの世界はこうであってほしいなんて思想をさ、学校で勉強したからって言って全部やったところで、今の世界がそうじゃないんやから自分が認められるわけなんかないのにって思ってしまうから、人権学習は役に立たない。いいと思うで、わかんねんけど、そうやと思うねんけど、言ってることは間違ってないねんけど、今の世界がそうじゃないんやからって思う。歪んでるから自分は。うーんという間がなく。そう、考えてから喋ってんのかも、割と。いや、そんなことない。たまたま花火のこと聞こうと思ったけど、なんか人多すぎて、あの教室に友達だけやっても気まずいか、聞かれへんかった。そもそもペンギンと自分の距離、自分の声が届く距離に行かんかった。なんかずっと廊下のドアを挟んで教卓のとこまでの距離でずっと喋ってた。多分自分が質問するときって声ちっちゃくなるから、一回りだから届けへんと思う。で、嫌いな件はどうなったんや。あの人ほんまにどういうさ気持ちでさ言ってるんやろな。嫌いって言ったら、広島に嫌いって言ったらどっか行ってくれるかな。広島に嫌いって言ったらどっか行ってくれるかな。お、表情も含めてやろ。ニヤついてたで。いつもほどニヤニヤはしてないけど、無表情ではなかった。若干ニヤとしてマスクしてたからな、難しいけど。嫌いやって伝えることが本意ではないのは分かる。夏休みの課題ちょっと終わってんで、あの理科と英語終わった。あと国語も終わったかな。多分3つ終わったから、どれか夏休みの宿題やろ。と社会と数学が手つけてないんか早いやろ、無駄に。だって絶対夏休み忙しいと思ったもん。だから早やろなと思ってずーっと課題してる。休み時間も課題してたし、朝も課題してるし、隙間時間もずっと課題してる。移動教室の移動した後も課題してる。持って行って、やばない。まあ友達と喋りたい気分の時は遊んでるけどな。なんかいつもな、友達が遅刻してくんねん、割とみんな。あの2人、いや1人
はちゃんと朝からおるけど、しかもその子もなんか微妙やし遅い、ギリ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 が2人くらいと、たまに1人間に合わんけど、とだいたい遅刻が1人と、もうお昼頃から来るのが1人と、他はまあいっぱいおるけど、その人らは朝から来るかな。でもみんなギリギリやねんの人らばっかりやから、それまで自分で勉強してる。だからずーっとお昼頃までは一人で勉強してるから、朝が一番進むねん、家帰ってやらんから。で家帰ってやってなくて課題も終わってんねん、やばくね。それでね、ライブもあるもん。あれなんか情報早渡してほしいねんけど、なんでこんなライブのさ瀬取りくらい決めるんだろ。一回でいいから仕事交換してみたいわ。いやできると思ってるからとかじゃなくて、どれくらい大変なんか体験してみたい。そんなにも難しいんやったら一回体験してみたい。逆に一回体験してみてほしい、この立場を。お互い経験したらもっとお互いに気持ちが分かるようになるんじゃない。だから一回でいいからほんまに変わってほしい。やらせたいよりやってみたいが強い。そんなにも忙しいんだねって思ってる私は昔から。まあ無理やけどな。そもそものさ、パソコンが使える使えへんはさ、使えるから入ってきてるもあるやろしさ、そこは違うけど、企画とかそういうのの問題。こっちがそっちをやるのは無理やわ。やろってなると思うで、絶対。勉強して配信して、勉強して学校行って、 TikTok 毎日3本上げて、 SNS 写真20枚と動画1本と絵日記と、あと日記なんか長文書いて、最上送って、なんかいろいろできますか。それを1日なら私も毎日続けられますかで問いただしたい。絶対無理やけど。何よ、みんなの受験期のとこに仕事、今の自分の仕事がそのまま重なったみたいなもんや。そのテレビあんま見えひんな。ニュース、朝のニュースだけ、ご飯食べてる2、3分、あでも晩ご飯食べてる時も見る。まあ、注目はしてないけど、ニュースはって感じ。なんかクマさんがニュースは見といた方がいいよって言ってたから、それだけじゃないけど見てる。読書時間は朝の朝読の時間があるから、その時と、あと電車乗った時の行きと帰りに読んでる。公園の日の行きはちょっと無理な気もするけど、なんかもう公園に気持ち入れてる時やったら公園のやつやってるし、でも帰りは絶対読むって決めてる。どんだけ眠かっても読む。ただ眠すぎて字が目に入ってこうへんやったら閉じる。もう内容わからんくなるから。ロゴン、これ録音したことない。なんかしたいなーと思うけど、眼科行くのめんどくさいから行ってない。普通に目見えへんから、なんか眼科いいから。眼科行っても結局異常なしやねんな。目は酷使してるなー。だって朝から勉強して、勉強の時はもう使うやん。で帰ってきて SNS 投稿してる時もずっと使ってるやん。でなんなら公演の練習とかで行くんやったら、その移動の時も本読んでるし、ずっと携帯か勉強かやから、まあ疲れるでしょうね目は。ほら本ってどうなんやろな。
めんどくさくて。ストレスの発散法が未だに分からへん。多分自分が居心地のいいと思う場所に居続けることがストレスの発散やと思うね、私的に。それができひんかったらイラってするはず、自分の見解なけど、そんな未だに分かれへん発散。 C みたいな視力系明るいやつ見れるって言われても大きさがあるから、うん、どう答えたらいいか分かれへん。発散方法なんか蓄えていくタイプやねん、自分の中に蓄積されるタイプで、それを配信でなんか「キューチュッて送ってね」みたいな感じでコメントされたら向かってなって、それが湧き上がってくんの。だからそうなる。発散、国語は別に発散はしてない、喜びとして蓄えてる。楽しい喜びとかそういういい感情を蓄えてるだけであって、別に負の感情を吐き出してるわけではない。から発散ではないかな。別に国語終わった後でもハーってなるときあるし、嬉しい感情として蓄えられるだけ。いや、そんな楽な生き方ないやろ、幸せなことだけ考えて生きるなんて。できたら全員幸せやって。逆にどうやったら幸せなことだけ考えて生きていけると思う？なんかエナジードみたいな。エナジードって調べてほしいねんけど、わからんかったら。エナジードってさ、いいと思っていいと思うんやけど、なんかちょっと無理あるくない？アドラー？これって。そうかな。まあストレスためへんようになんていうこともできることじゃないけどな、私は。人それぞれたまるかたまれへんかとかもあるし、器の大きさもあるし。クマさんはたまれへんタイプ、通過していく。滑った？え、なんかボケた？普通のコメントとして読んでた。あ、欲しいやからか。美味しかった。ご飯なんか、ご飯なんかって思っちゃうわ。なんか食べ物で幸せって思う？なんか私イライラするから食べるタイプやからさ、あんまり幸せと思って食べてないかも。イライラするから胃に入れるみたいな。美味しいとは思ってるけど幸せとは思ってない。食べれることはありがたいとは思うで、感謝ではあるけど、だからといって幸せかどうかって聞かれたら幸せではない。そういうこと。ああ、そっちタイプか。私はあんまりかな。辛いことなんたらなんたら家庭で幸せを感じるみたいな。いや、わかるで。そうやけど、それをしていく中でなんか貢献感と所属感があったらいいんじゃないって私は思うけど、ないなら逆効果やと思う。だって普通にしんどいやん。後から幸せやからって言われても、わかるで。後になったらもうおもろなってくるのもわかるけど、あの時はあんなしんどかってたけど別に楽しかったなって何でもわかるけど、だからといってって感じじゃない？私はあんまりかな。なんかしかもそれを別に思ってもらうのはほんまにいいし、それも新しいっていうか一個の考えでめっちゃいいと思うけど、ただ私はそうじゃないってだけで、あっていいと思うんやけど、なんか自分がしんどい時にそれ言われたらなんかはぁっ
ってなる。なんかそれぞれさ思ってていいんやけどさ、自分はこう思うってあっていいけど、なんかこうやと思うなってイライラしてる時に言われたらなんかってなる。あなたの考えはそうなんでしょって、なんかあたかも自分が正しいですみたいな言い方されたらうざーってなる。しかもそういう人に限って曲げへんやん。じゃあなありがとうって。あそうそう、苦労して手に入れた方がみたいなやつ。だから希少価値も上がるね。まあそれも一理あるとは思うけどな。私もな、簡単にポンポン手に入れてて楽しいかって言われたらそうじゃないと思うけど、頑張ってる過程でそれ言われたらなんかだるーってなる。しかも自分で選んでとかじゃなくて、なんかやらなあかんくての時めっちゃ嫌。いや分かってるで、分かってるけど、そうやと思うけどってなる。アイドルを見てる時以外は無。アイドルを見てる時は何かあるんや。それはどういう意見が異なる人との討論。いや冷静に話してくれるならいいよ。あなるほどね、そういうタイプねって。なんかお互いにしゃべるやったらいいけど、なんか一方的にいやこれはこうって言われたらなんかああうんってなる。全然いいけどな、喋れるけど、絶対にこれはこうなんやって言われたらなんかだるい。しかもその後にそれが間違ってるって言われたらなんか自分が言われたみたいな気分になるから、あ自分これ間違ってたみたいな気分になるから、だからこうやったのにって思っちゃうのが嫌やから、そう否定しない会話が続けばって感じ。めんどくさい。なんかそんな急になあ突きつけられても、別にそんな本気で言ってないってってなる。だってだるない、そんな真剣にこれはこうなんだって言ったわけじゃないのに、いやこれは絶対に違うって言われたらそんな言わんでもってなるくない。なんかそこまでの熱意を持ってこの話はこうであるって言ったわけでもないのに、そんな言われてもわからないんですけどってなるから、いやだから基本あんまりそういう面では好きじゃないかな。相手によるけど、ちゃんと話してくれたらいいけど、そうじゃない可能性もあるから好きじゃないかな。いいけどな、人によっては。ただそのリスクがあるから取れへんだっけ。あのさフロンのさ、なんか使うか使わないかみたいなのも同じ。オゾン層破壊するから使わない方がいいっていうのか、それは杞憂なのかみたいなと同じ感じで、リスクがあるので私は使わないです。でさ、そういう時って譲ってもさ、なんか言われ続けるやん。え、分かったそれにしようって言っても言ってくるからだるい。もうええってそれって言ったやんって、自分合わせたやん、もうそれでいいやんってなる。話してる時余計に溜まってるな。ショールームのこういう話はめっちゃ余計に溜まってるで。だって今自分が思ってることを言語化してるんやもん。余計にその思いが強くなって帰ってくる。逆に楽しかったこととかを話したら、その楽しかったことが倍になって帰ってくる。だから日によってほんまにテンション変わる。もうこの配信終わった後にはもうお母さんの話しかけてほしくもないっていう時もあれば、めっちゃ楽しい誰かに話したいっていう時もある。もうほんまにもう何も聞きたくないのに回った時もあるし、そういう時に限ってなんか嬉しそうに喋ってきたりしたら、全然いいねんけど、いつも通りねんけど、もうえてってなるから。
言語化するとな、自分でももう一回理解するからな。だから例えばペンギンがこんなことを言ってくれて嬉しかったみたいな言ったら、それを話すことによってまた倍で返ってくるし、逆にあこんなまとめられたピエンみたいな言ったら、それが倍になって返ってくる。すごい過剰反応。日記は別にかな。だって日記ってもうそんな嫌なことわざわざ書かんやん。いや電車で見たらなんかちょっと嫌だった話とかはするけど、ああ全然配信、探りはしょうがない、見てないから。難しいよね。そもそも私は顔見て話したいタイプだから、連絡とかはいいけど、連絡ってさもう取ってる時点でさ面識あるやん。だからこの人がこういう意図でこれを送ったのかなって考えながらやったらいいけど、会ったこともない知らん人からのメッセージってほんまに意味わからんからさ、なんならそれに文法がおかしかったりしたら余計にわからんからさ、何言うてんのってなるから、だから難しいね。会って話したら楽ないけど、その楽しかったこと思い出してる時は嬉しいけど、焦燥感はが強くなるから結局どうなんやろうって感じ。なんかいい意味での高揚感に変わる時もあるね。それが日によるねんな、ほんまに。同じことを思い返したとて思うことが日によって変わるから、マグロ的に見て。でも受かれへんかったからこそいいこともあったと思うし、受かったからこそいいこともあったと思うで、受からんかったからもう不幸ってわけでもないと思うし、入ることだけが全てじゃないからな。そう、私の中で焦燥感が一番ぴったりきたからずっと焦燥感焦燥感って言ってんねんけど、その言葉が気に入ったわけじゃなくて、その言葉がぴったりきすぎてそれ以外が見えひんくなったから、気に入ってるわけじゃないねんで、よう使うけど、そればっかり感じてるからよう使ってるだけ。人と喋るの好きやねんな。人とな、配信じゃなくて、なんかたまに配信じゃないわ、人と喋るの好きって言ったらほんまにってコメントする人がおんねんけど、配信と人と喋るのはまた別やからな。また。だから人と遊びに行くのとかめっちゃ好きやし、気使うけどな。気使うし、家帰ってからあーこの行動めっちゃキモかった、あーこの時のこの言葉遣いめっちゃキモかった、あーこの時の文法めっちゃおかしいみたいなの考えるけど、それでも言ってよかったなって思ってるから好きなんじゃない？話すのも好きやし、聞いてもらうのも好きなはず多分。お話し会はだってもうわざわざアンチが来おへんやん、お話し会に。だからニコニコわーってなるけど、話すの嫌いな人おるやろ。そういう人かなって思ったら早う話終わる。
そうやなって終わる。そうやな、結局黒島は公演中が一番いい気がする。別に他が劣ってるからそれがよく見えるだけやけどな。なんかペンギンペンギンって言ってる時の自分よりも、配信でこうやって喋ってる時よりも公演の方が一番いい気がする。まあ曲に入るからな、汚れが落ちるんやろな、曲やから。まあそんなことはいいとして終わりましょう。さよなら。ランキング見ます。13位、オレオーズさんありがとうございます。12位、ハルさんありがとうございます。11位、リュウさんありがとうございます。10位、セイくんさんありがとうございます。9位、タカヒデさんありがとうございます。8位、マイチカネクキタルさんありがとうございます。7位、マサキさんありがとうございます。6位、スマタンさんありがとうございます。5位、ゴーシさんありがとうございます。4位、アラケンチョビさんありがとうございます。10位、プロジュさんありがとうございます。9位、さちゃちゃちゃ、2位、サトくんさんありがとうございます。1位、タカシさんありがとうございます。よし、終わった。目力あるって言われるけど、覇気がないとも言われる、言われた。なんかもう今あんま言わないけど、ペンギンに嫌いって言われたやつのお話だから、その言った人がどっか行った。嫌いって言われた。まあまあまあ、私はその、そうそうそう、また思い出して、自分でまとめるから、それで答えが出たら言うわ。なんか前にも嫌いって言われたことあんねん。それの時のペンギンがどういう気持ちやったのかもう分かってないけど、の時の大体の自分の環境とペンギンのこうであろうっていう環境と今のと重ねて共通点があれば、その時かなって思うことはあるかもしれへんから、それがもし分かったら言うわ。分からんと思うけどな、難しい。そんなことできるのはない。まあやってみます。さよなら。さよなら。シチュエーション、シチュエーションか、気持ちどういうタイミングか、まあまあこれはね、あの自分じゃないとわからないんで。さよなら。